はい、では6回開始いたしました。本日は1月24日高田のバーバメンカードギルティギアエグザードレブ2木曜シングル大会始めていこうと思います。A リーグは、ローズ・イノ・佐藤・ベノム・アイン・カイ、 B リーグは平岡・カイ・トゥーリオ・イノ・ FAB ・ポショムキンとなっております。人数こそ少ないんですがレベルはかなり高い感じですね、いつも通り。そして、本日は1位抜け、リーグの1位抜けは優勝決定戦のリーグ優勝決定戦優勝ん決勝リーグアホだね、そして2位抜けが、敗者復活決定戦となります。さて先週の大会のローズさんかなり大活躍をしていました。ハイスラ狂言がねかなり魂かけて良かったんですけども、この組み合わせ見るとね中の人こそ違うなんかアサリンを思い出す、キャラクターっぽくなっております。コスカさん見てるかっていうところですね。ハイスラ狂言ここ避けていく、ジャンプハイスラストラグルニュース2ハイスラから9ハイブ当たって、これワンチャン広そうな雰囲気もありつつバーストも意識したんでしょうかね。9ハイブジャンハイこれキングル S バースト音符を飛ばしていくんですが瞬間移動前に設置したボールに返していきます。さあここはガード固い崩せません。前ハイスラから9ハイブ距離を取って下げたいマイビーケミカル落としてジャンプ系3ホバーから一気にこれ分かりませんね。ジャン S そしてジャンディホルキャン、しかし後が続かない。ストラグルは S ジャン K ジャン S から足払い 2K 金 S 9ハイブ溜めてブリッツ、ここはいい判断、しかしここはギリギリまで待ってチャージにしっかり取っていきます。現象 50% 持った状態、弾いたボールが当たってしまって一本選手は佐藤ベノム。じゃあジャンディーここでまあそっちって前に行く音符や、まあ音符ですね、音符やケミカルですけどこの状態でケミカルはまず飛んでこないのでやはり、ま、音符を飛ばしてくるだろうというところで前に行きます。まあ、遠い位置、射出してからしばらくするとね段数が増えてしまうんでなるべく射出直後の音符にガードもしくは逃げるしたい行きたいところではあります。それではスティンガーズからのいやいやらしいですね、3ホバー使っていくが狂言対空ずらしい、おーっとここはうまい空中コンボアドリブでしっかりとエリアで決めて前 B ロマンキャンセルジャンプでこれバースも当たんなそうな、いい打ち方でしたね。こちら第1試合は佐藤さんのメンドムが、2-0 で勝利となっております。でローズさんは、連戦となります。アインマンの回と、バンダイです。足元を救うのも難しくはない。Who dares to enter the main? No, ITC Arena. This CC name, what is it? Who? Ah, Tulio-san. Ma, just to think, what is it? 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 What言い換えて飲んでください。びっくりした、ずっとさっきから CG でもそこあるんだけどなと。それは俺のだっつって来たトゥーリオさんの手には CG でもがありました。買い直したそうです。さあ試合の方はびっくりしました、新品だからなと思って。そうですね、エントリー陣に置いたままでしたね。結構エントリー陣の忘れ物多いんで気をつけましょう、ね、さあこちらローズイの場合アインカイ、まあ、サイシーケミカルからおっと潜った、これは美味しい、キンエースからのフルコンボというところですがバスト取っていく、チャージから引っかかってしまう、上海から体力は逆転、ゲージを持っているのは海側を取りたいですね。ちょっとここはそうですね、スタイチもありますしライドもかなり警戒しつつ、リレーの下段もしっかりガード、ニュース2杯から前に来る、これはどうなる、タッチピーが届かない、タッチピーいやー冷静、しかしエンテレスまで出してしまう。さあスタンエッジ強化が飛んできてどうする、狂言で着地、ヒーローキャンセルが捉えたい、ベイパーストラストまだ残る、うわジャンハイとジャンハイ総裁3ホーバーから前に行きたい、逃げて前 B 着地を取りたかったがスタンゲッチずらしていきます。はい、
チャイス。さて、マイケから、マイケ、足払い、潜った、これうまい。ジャンディ、目の前、飛んでいく。なんか、多分、今も、レイパーソースと入力してたっぽいんですよね。気圧的配置にしっかりこういったところ、何もなく入力してるんですけども、そのジャンディが刺さって、サンホーバーからの下段、これ見えないぞ。崩していく。これはゲージを温存して、次崩れたら、そのゲージを放出したいところですね。しっかりとね、ピエさん、裏に行ってしまったか。もう引っ掛けたが、出なかった、限界。どうなる？音符が動いて、タッチピン、先ほどね、3杯来たんですけど、そこをちゃんと待っていましたが、バックステップに刺さってしまう。ケミカルに刺さるが、ここは逆に高さが怪しい。ジャンプ系変なのが当たった。ケツが降ってきた形ですね。まあ、こちらの時のケツではなくて、まあ、イノの、まあ、最近難しいですね。なかなか好きなことは言えない。個人配信じゃ、あ、まあ、いっか。いっちゃいっちゃ。さあ、前編から。サンホバー、ジャンディ・ホルキャンで距離を稼ぐ。面白い、かなり自由な動きができるようになっております。さあ、空投げ。さあ、パテキーブからここでバスを使って音符、空中投げ、いけるか。しかしバックステップ、刻んで刻んで前、ハイスラーダウストを通してしまった。痛い、リスクゲージが溜まっているボスコイからの足払い、そして奥攻め、5段ガードしますが、ここで空中ダッシュ、刺さってものすごいヘビースライドウェイパー、ウェイパーからセーキリペチ、かっこいいコンボを決めて勝ったのはインカイン、2-1かな。おめでとうございます。さて、試合の方を見ていきましょう。決定戦かな、佐藤さんのベノムとアインマンの会試合です。勝った方が決勝リーグ、負けてしまった方は敗北かななりますかね。ローズさんは2敗となったので終了となります。あ、ごめんなさい、ここに決勝さあ、佐藤ベノム対アインカイ、楽しみなカード。トイフェ前に来る、3杯スピットしている、2杯すらチャージ、投げてインゲス、レイパー、2杯レイパー、チャンディオキからスタンエッジ強化、ユーリフレーム取ってカーカスライド、ここは押し返すことに成功。やっぱスティンガーをね、かなり意識して攻めていくところなんですけど、ここでカーカスライドをガードさせることができれば、ベノムがちょっと見えないです。すごいのが当たってますね。かなり判定が出ぶっている。昔はかなりのスリムボディでした。フィジケレス Q5、 ジャンゲス上から通した痛い、 2S、 2ハイベイパーからスライドチャージ、そうなりますね。着手公式に当ててグラインダーを、おお、かっこいい魔法使いみたいですね。あっは、センターが刺さる、うお、踏んだ、潜ってるが、スタンディパー、これは裏しろ、よくジャンディーつないだ、当たるか、空中投げを狙うが厳しい状況、フォルトを張らないといけない、さらに飛ぶ、あーっと足が当たってしまった。ここで残り体力削り切り、まず1本アイカイ、おっと、ハイタスさん出ないか、スクチャーシュ、ジャンプして裏から太鼓を出していったんで、それもすでに裏、消しているヒットしたと聞きますからね、今回ザーチケ乗った、スティンガーエーム乗せて、どうする、一旦距離を取る、着地に3-1へ刺さり、このまま押し込みたいアインカイ、ここで直線などから助け、割っていく距離がありましたからね、ラッシュしてくるだろうという、ここで下げ伸び。さあ、この立ち系の割り込みがかなり機能しています。そしてもちろんダークエンジェル、まさしくいい判断していた。そしてロマンキャンセル、先ほどのスタンディッパーでゲージを使用しなかったんで、かなり状況が良かったんですけども、ここコンボ繋がらず、受け身からジャンプス乗っかって 1-1。 さあ、前に出た、そして攻め、ジャンハイ、少し少し受け狩り早く重なっていない感じ。Q5、 さらにボール2つ、走ってリンケレス投げも怖かったが、1点ちょっと上がってるんで、ちょっとこのボールの避難も気をつけたいところ。なんか出た、
あーっと、ここタイミングずらしたストラグルに、アインマン今週のレイバースラスト、張り手を決めてからの攻め、いやー、2K 通った、そしてバーストライブか、ジャンエスからドドドドドって決めていきました、ジャンプエースにバーストしても、ライド・ザ・ライトニング、飛び道具無敵。とか、 なんか無敵がついてるんで、飛び道具無敵、無敵か、まあ単純には無敵がついてますんで、まあ、あのバーストも持ってかれてしまうということですね。バーストで避けることができるんですけど、避け、無敵が切れた後にゴリゴリ削られてしまうという感じですね。というわけで決勝リーグ進出はアインマンの回となります。そして敗者復活決定戦進出は佐藤さんとなります。佐藤さんはですね、Wリーグの2位抜けが決まりましたら西大選手の敗者復活決定戦を行っていただきますので、もう少々お待ちください。続きまして、B リーグ平岡会トゥーリオイの FAB ポチョブキンの、リーグとなっております。こちらもまた適当にじゃんけんして、最初に試合をする人、決めていただければと思います。ギルティギアエグザールレブ2、最初は通流さんと押田さんですか？ん？押田さんじゃなくて FMB さんです。ああなるほど。どうするんですか？一人負けだったのが二人が決めて、誰が先に出るか後に出るかって決めてもらう感じになるんで、じゃあ対戦カードは FMB さんと平岡先輩ということでいきましょう。それでは B リーグ見ていきましょう。こちらのメンバーは平岡海というよりの FAB ポチョムキンのリーグ第1試合は平岡海 FAB ポチョムキンとなっております。 FAB さん誕生日前夜祭です。え、おっさんさん誕生日らしいです。さあおっささんとね一緒らしいんですね。やばいですね。おお、8ピース渋い。痛い。あー、ここすげえ距離すった。エンジェクティングたまらない。それで、たまりました。さらに、イエス、前へ行け、トリシューラー。いやー、自分でね、あの、ろうそくに火つけられますね。これ素晴らしい。一本選手、FAB ポジョンキン。いやー、セルフ誕生日やばすぎて、巨人の星を思い出す。ははははは。誰も来ないです。さあ、負け。さあ、平岡海。これはちょっと言わない、なんとか勝ちたい。この間は勝ったような気がするんですけども、大体勝った次の週あたりぐらいからもう次の日ですね、もう対策立てられてもう反撃しに来るという恐ろしい逆襲しに来て、さあ画面主義ゴリゴリがロースになるところです。いいんです。あー、3バトルゴリゴリ対3。おっ、何枚がそれ。ペシ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 からのアーマーを返されてしまう。スタイチ、爆戦刺さる。痛い、スプリットしてる。からのチャージ、デッパングで回避。エンス、スライドヘッド。おっと、ここは補助者はさすがに刺さない。細かく刻む、しかし崩れない。チャージ、動かない。しのいでしのいで、上海からポチョムキンバスターたまる。最後はって言っちゃった。さあ普通に死にましたね。勝ったのは FAB ポチョムキンです。普通に死にましたねって相当終わってますね、実況としてね。いや、ひでえこと言ったなと思ったよ。さあ続きまして、先輩が連戦となります。トゥーリオさんの稲と、よくよく考えたらひどいなと思ってね。はい、ではですね、 B リーグ、ここは ちょっと待ってね、コメント見てた。平岡先輩はこの試合に勝たねば言い抜けがなくなってしまいます。いきましょう。さあ、トゥーリオさんのイノ両手に CC レモンといったところで、ああ、縦ケミカル、ポンプから最後、これはヒットからしっかり奥攻めに行こう。この間、あのザクを使ってたマーインパイさんが開幕バーストを持った状態でジャンディーホールキャンしてるみたいな話だったんですけど、海外ではそのフォルトボタン作ったりして対応してるみたいですね。当て用ならではといったところでしょうか。さあ、ペーパー飛び抜ける。うわ、拾えていい。
いる、まあ、言いたい、これゲーム取れなかったばっかりにとんでもないことになっている。ここもね、スタンディパンも意識しつつ固まったところにチャンス、2手が通ってそのままです。さあ、ラインアウト、ジャンプへ押し返す、スタンちぎりに当たらないが、立ち切れで返す、中段から2敗するあまり潰しでしょう。ケミカル、打ち入れにジャンハイ、先端、ちょっと動きが取れない、前に出たいが、どうする、ジャンプ S、さらにここはダメージ稼いで、この後の立ち敗するまでは確定となっています。これだ、 2P が届くか、足場にまでいかない、距離を取って3敗、いい判断取ったが、あーなんだ今日はなんかすごい2枚張りますね。スプットしてる、おーすごい当たりだ、スライドベイパー打っていくように、ベイパー PS S 置いてジャンディ2敗者、ここは動かなかったの正解です。足場から受け身が怖い、表現で位置が入れ替える、かなり惜しい、ジャンディが通ってどうする、バーストマスが、ここはバックステップを投げる形、これはバーストもね意識したジャンハイだったとは思うんですけども、ついでにバックステップを投げていったという形になりも、使ったのは、トゥリオさんのイノ、ニーザルです。続きまして FAB さんのボチョムギンと、トゥリオさんのイノ、優勝リ、決勝リーグに先に進むのはどちらかといったところです。合ってます合ってます合ってます。あーちょいダッシュジャンディやろうとな、あーダッシュジャンディ足張れか、なるほどね、うーんまあなかなかあーないっすよね。まあそんな日もありますよ、うん、2倍張りだったんでね、3H がなんか3方向に移動するとか、クリリンみたいな感じでシャーンと、おかっこいいっつって、サスケみたいにね、空中3位置と8方向にね、やばいっすね、その代わり近距離で当たんないとアイテム出ないってことね、チピーンアイテムさあ行きましょう。いやー、明日誕生日なんでね、ここは綺麗に進みたいですね。スライドヘッド、サンホバー、サンホバー追いついても ICP までいけないっていうのはきつい。やっぱこの受け身が取れるところ、どうしても前 P 回ってって受け身を取らないっていった、そういった読み合いにもなってきております。さあパスピー先置き、ジャンディガードしてる、そしてこのジャンディからのジャンプキャンセルを後ろジャンプにすることによって、まあ、リスクを抑えてるって感じでしょうね。縦から下段崩して、下段意識がいつも頂上に崩しています。しかし大きなのは食らわない、しかしじわじわと体力が減ってきております。厳しい、何をしようにも届かない、前タッチピーが通る、あそれからハムホール待つ、これはジャンが当たるが、どうする、あー削りケミカル刺さって、これはラッキー、変な当たり方、どうする、着信ケミカル打ってゲージがない、両者ジャンプ系がここは顔面に刺さっていますね。サンホバーの折り際から攻撃判定が残ってまして、速度が長い、うわっ気づいて投げられてる、足払い、バックス足払いと決めていきます。さあこれバックステップ暴れだけと、ここはうまいことガードを切り替え、かなり的を絞らせないように戦っております。 FAB ポッツ、あーでもテレビのアエルがケミカル、これが厳しい、足に追い込み、ホールドを使って距離を離すが、スライドヘッドを飛んでいる、タッチハイサー手を伸ばしたのヒット、これは難しい、タッチ系タイプ、ケツあーバウンドした、タッチ系キングエス追いかける、そして着地をずらす、着地ね、うわ飛ぶ前に置いていたヒート、さあ手を出せなかった、これは痛い、ジャンプ系先ほど同じようにめくりのような当たり方、吹っ飛ばして追いかけて、追いかけて前系溜めた、待っていた前ハイハムホール、デコピンを目の前で、ちょっとブリッツチャージだったら怖いなって言ったところで待ったんですけど、ここはしっかりとブリッツ確認から話していきますね。タッチヒート、エンゲスヒートですね、はいはい、届かない、やっぱこのサンホバーで逃げられる間合いで戦う、立ち合いギリギリ当たらないんですけども、様子見せず端から逃がさないようにと取っています、これ返す、
さあ、ブリオイの厳しい、持ってかれてしまった。どうなる、これはロマンキャンセル、ブリッチャージ。壁張り付けを利用してコンボへ。完璧なコンボ選択、勝ったのは FAB ポチョムキン、決勝リーグに進出となります。さあ、というわけで、A リーグ B リーグ終わって決勝リーグ進出は FAB ポチョムキンアインカイ、2位抜けの、プレイヤーで2試合選手で、配布を行います、ですので佐藤さんのベノブと、トゥーリオさんのイノで2試合選手、決勝リーグ進出に向けて、試合の方を行っていただきます。 A バンダイで試合の方よろしくお願いします。 A バンダイ何回言ってんだって話ですね。決勝リーグはまあ、多分1試合選手になると思われます。その代わり、1周目は得失点なしで、2周目は得失点をありで、考えていこうかなと思います。まあ、得失点とか関係ないよな、3人だからあんま意味ないですが、4人だったらね、得失点とかちゃんと言っとかないと。いや、そうか、俺東進祭何も考えてねえ、どうしよう。あー、何チームあるんだっけ、やべえな。あー、やべえ来月のことを考えて、気が重くなってきた。さあ、行きましょう。こちら敗者復活決定戦、敗者復活決定戦のメイン特別に2試合選手となっております。 A リーグの、2位抜けとなります。佐藤さんのペンのマスと B リーグ2位抜けのトゥーリオさん、なんとしても勝ち上がっていきたいところですが、ストライクで投げて2敗すら9敗目、この削りが半端ない。チャンゲス刺さって足払い2段から、ここはちょっとね、先ほど投げを匂わしたの着地からの足払いですね、いやらしい。ロバンキャンセルで投げていく。さあ、画面端どっちかめくっている、これは見えない。まず1本佐藤ベルム、この置き攻めのネタもね、めちゃくちゃありますからね。先ほどこれだから、この次の選択肢とか持ってると全然別の選択肢、置き攻めが飛んできたりします。さあ、これね、しゃがみを打掌のように入力することによって音符のスピードをね、上昇させることができるね。基本的には上下で動くんですけども、ダッシュのように下下上上って入力することによって、もう急激に落下が始まったり上昇がさっさりするってわけですね。確かに解散、いまだにコンピューターイノの加速度に勝てる人は見たことありません打った瞬間真上行きますよね。さあ、ヒールキャンセル前にもすでにタッチピー対戦ですね。先端が当たったためかなり美味しい広げになったんですけども、ちょっと難しかったですね。続いてこれはちょっと特率が出なかった感じでしょうか。おお、なるほど、遠距離レスを利用してガードさせてから攻めたいというところだったんですけども、ここは押し返します。しかし空しか当たらない。ケミカルからここで対空を誘って、大木で今回そのよろけ時間増えてるんで少し頑張らないといけないんですね。さあ、ハイスナダイブ前 P ホーバーに返していく。前ハイタイルゴリゴリ奪ってストラグル、ここまでガード 2K で9ヘルためたところに刺していく。これはちょっとですね、ためてちょっと、あーっと、これはいけない。ジャハイジャンディール弾かない、近距離数何仕込みでしょう。追いかけて強限潰してジャイス、さらに中段からハイサー、ここはジャンディーホルキャンでしたが、なんだこれ残ってましたね、ホップね。いやー、これは見えない。しかしある程度やっぱ準備してて出せるんですよ。その場からジャイスは取ってからきつい。あーっと、ここで長谷川さんが顔を出し画面端に投げていく。ここは金安さんですね。さらにバーストでガードを置かれましたが、どうなるこれ。ガードするのはね、一番この状況、体力の減りが半端ないですからね。崩しが刺さって逆転勝利。まず1本はトゥーリオイノ。お互いかなり対策し合った結果、かなりの接戦となったんですけども、最後は押し切りました、トゥーリオイノ。ユザードもそろそろ5歳の誕生日って、マジか。そっか、もう5年なの。 S がまだ5年しか経ってないのか。5年、いやけどあと1年経てば AC か、すごいな。いやーけどなー、オールネットプラスマルチの3が怖いよなー。筐体変えたくねえなー。
ポヒンス、上半からノック打ち出し、からのキングスQ5貯めて、Sモービットかなりいやらしい。あれはもう空中ダッシュとかで逃げないと逃げらなさそうなんで、空中ダッシュと刺さってしまう、ホバーだと引っかかるとか、なかなかいやらしい軌道ですよね。他のキャラクターも、かなりあれから逃げるのは苦労しますが、いいのはなおさらでしょう。ストラグでダッシュ、キヌス、足払い2段目がヒット、Q5 溜めて弾いて、ここがガード。さあ前に来た強気、最大タイムだったためビューティフレームを取っていた。かけ 2K2S ケミカルとトゥーディオイノが1本。さあなんとか打ち上げに行きたい。インバーストヒット、これはまず前に来た、いい判断、オンプでしたかね。あー、9-5、あーっと当たっている、あゆし前ハイスラバックで捉えて、ジャイアンツ弾いてボールを2つ、ホバーに来ない。 9-5 がここかなり機能している。これ投げれるか、投げれない、すぐに技が出てきた。ジャンディちょっと待つ、バースト警戒しているでしょう。前火出している、これ大事ですよね。素直にガードしてしまうとどうしても攻め食らってしまうので、前火大事にして、もうせめて、ね、オープンは食らってもその後の攻撃を通さないといった対策になっています。ボール2つ続いて、これバースト、あーガスの前火、前火が当たらなきゃ、ここはしっかりとヒールキャンセル、これ前受けにされちゃうと反撃確定なんで、ちゃんと前火にヒールキャンセルを仕込んでいます。削れているキングス、持ち上げて Q5、 リアルコンボからシャンハイまで。さあ立ち食いが出ている、やられ判定が伸びたまで刺さってしまった。さあしのいでいるが、遠目の下段が刺さって、さあ逃げられない、厳しい。さあ中段、中段と続いて限界盾拾って、オンボを決めます。画面端バースト、たまりがどう使っていいか、逃げ、そしてバースが当たらない前でのクズスパンティレッツ。さあしのか、なんとか逆転したい、どうなる、空中戦、あーここは直前ガードから割れてしまった。勝ったのはツーリオイノ、決勝リーグ進出となります、2連勝で。さあ、というわけで決勝リーグの3人が出揃いました。インマンの会、FAB さんのボショボキン、ツーリオさんのイノ、最初は、最初はじゃねえや、最初またじゃんけんしていただいて順番を決めてもらおうかなと思います。3人揃ってじゃんけんの方お願いいたします。え、いやいやいや、そういうのやめましょう。じゃあ決まったら座ってください。最初はアイマンと、OK、 あ、了解です。第1試合、決勝リーグ第1試合はアインカイ VS トゥーリオイのチームメイト対決です。チームメイト対決ね、はい、どうなるでしょうかね。こちらも通常の1試合選手となっておりますよね。よろしくお願いいたします。それでは1月24日高田の馬場美里の目標ギルティーゲーグザドルシングル大会決勝リーグ第1試合はアインカイバーサスクリオイノ、リュークのスタートで前ハイまでガード、足首が引っかかっています。ジャンゲス、この前ジャンプですね、要所要所で牽制を回避しつつ硬直に技を刺していく。飛び道具とかに対してもね、やっぱ有効ですね。後ろに切るとどうしてもね、その後の反撃が難しいとかあるんで、それを前ジャンプすることによって、やっぱその折り際に相手の攻撃刺すことができる。まあ、さらにちょっと面倒くさけど、このようにバックダッシュもできるというところで、もうなんか前ジャンプ大事だなと思います。スピードしてる、チャージ、ジャンハイスカシの下段ニエス、スイートシェールからのセイグルテッチ、めちゃめちゃ入りますからね。トゥーディオさん、テラ連戦っていうなんかコメント見て、なんかテラは懐かしいみたいな、テラワロスとかも誰も言わないですよね。リップだ。ギルティギアもね、VIP でギルティギアやってるやついるみたいな感じの、やってるやつ恋だったかな、あったんですよ、確かね。いろんなとこで、なんだかんだ人気です。さあ、ここは一気に逆転しそうだ。縦から歩き、変化で体力が残るが、ジャンハイ戻りで、これ見えませんね、ギリギリ。テラデイン。あったあった。
よくわかりますね。さあ前入って2段目はバックサイド、カウンターヒット、これ多いシーン1になって、あーとこれバス読んだかわからない。あーとウェイバー無敵ですかして、奥攻め下段が通る、この奥攻め通せば一気に勝利が近づきますが、デッタングル下段を通してお互いにバースを使っている、ゲージを持っているマカイ、しかしこの残り少ないゲージを使ってジャンベリフォルキャンから触りに行ったなというよりの、ちょっと怖かったんですけどね、ブリッドチャージであればちょっと今の弾かれちゃったんですけども、ブリッドと呼んで攻めていきます。ビキニが取れている。さあゲージは持ったが、どうしかしていくか、しかしはいちょっと早めなんか怖い、わーっと遠距離ですを前ハイスラー倒してどうなる、消せない。さあデッドアングルに刺していきました。 2K ニュース、ケミカルと勝ったなトゥリオイのジャンディで音符を消したかったんでしょうですかね、この音符の操作が上手でしたね。トゥリオさんが勝利です。多分特殊点いらないので認知って書いちゃってください。はい、第2試合は、あ、大丈夫です、アイン会対 FAB パソマキンです。あれ、オッケーです、そのままで、さっき言った通りで。DC って13年前、マジかやめろよ、13年前、嘘で、中学生生まれたのやばいやばいよな、トゥーリオさんの年齢そのまま引くとトゥーリオさん分かんなくなりますよねさあそんな感じでます。あ、今はそうですね、スラッシュの頃から出てきたプレイヤーだと記憶しておりますが、やべえな、結構いろいろ見てきたんだな俺も。さあ空中戦、さあストップ、パッシャインです、ここでパスを追いかけ追いかけ、スライドヘッドまで、どうなる、いや猫ピン前ハイ、画面端2ピン、あースラヘッド、ナイス DM、 これでバスト S ハイからライドライトニング、残り体力かなり削ってメガフィストロマンチャスで2杯 EKS ICBM 何空がいいそうです。さあベイパースラスト打っていきました、ロマンチャスでも打てますからね。北斗も13年前でやべえな、大地さんもでかくなったな小僧みたいな感じでしたよね、今のポジション見ると。 BKS ICBM からのタチピー、すかしてここが飛んでいく、画面端タチハイカウンター、マイケーマイケー、トリシューラマイケー、トリシューラ K ハイ ICBM と一番のコンボからトリシューラ、ちょっと待ちます、この辺ポチョキンしてますからね、この後のガード後、まあ、何か足が動いてくるだろうといった読み、あら後ろ取ったが通称のゲー、ジャンプハイスラー、これはタイミングずらしてきましたね、いやらしい軌道です。スラヘがバックステイ刺さります、バックステップの硬直に刺さるような打ち方ですね、表だった、しかし着地したけど今どうした、いやしかしこれはさすがに焦ってしまったか、ケツ2人で爆発しましたからね今、いいですよ、これは投げ仕込んでいた、うわー前ハイが当たる、壁足逃げることに成功、あー当たっちゃった、立ちハイ外眼、あー死んだ、勝ったのは FAB ボジョンキン。さあこれでそうですね、アインマン2敗となりましたので、こちらの試合が優勝決定戦となります、単純に面白いので優勝決定戦2試合選手にしてもいいですか、 OK、 じゃあ単純に面白いので優勝決定戦は2試合にしますいやせっかくなんでやっぱたくさん見たいじゃないですか、はい、まあ、ここまでね、優勝決定戦になるんであれば、まあ、味方だし許してください、まあ、プレイヤーが嫌じゃなければということで、ね、お二人ともね心よく、開拓していただきました。行きましょう。
本日1月24日の、高田のババアミカードギルティーアイグザードレスレブ2木曜シングル大会の、決勝リーグ優勝決定戦は FAB ボチョムキン VS トゥーリオイノ、ここまで来たらお二人並んでおりますので、2試合選手とさせていただきました。よろしくお願いいたします。さあ投げて白黒つけたいですからね、プレイヤーとしても。さあ気持ちよく誕生日を迎えたい FAB 補助金、しかし立ちはだからのトゥーリオイノ、いてジャンプが刺さる、このままいけ、あーしかしコンボミス、そのまま拾う、ああどうなっている、ブリッツ返したところ、下段攻撃ためたところに下段が刺さります。当たってしまった、これはそうネットアングル、ゲージはないが捉えたい、ここはあーっと窓際打っていきます。さあダイアンド、ジャンカヨリス、メガフィスト、エビ、ケース、イエスアシバイとダウンを奪って後ろメガ、これ体力飲んだ感じですかね。さあダウンを取った、位置を入れ替え、ダイがカウンター人、逆に対ノーマリスト、まずダッチピン、うまっ、いやメガフィスト縦ゲームから出している。さあここでお互いやっぱね、キスどこから補正が飛んでくるかわからない状況で、気持ちを切らさずにボタンを押しています。さあ爆戦からのマイピー、これ読んでました、足払いのと窓際立ち配空中出し、これが痛いんだ、しかもワンチャン溜まるから次ですね、ここは無理はしません。下段ロマンキャンセル、ジャンシャハイ、ここでバーストポイントがどこにある、届かない、あー当たって前系取り集だ、これは場所かなり怖いですね。ジャンプハイスラと、ジャンプ B ですね、ごめんなさい、一瞬角度によって見えませんでしたね、そういう風に。さあ最初ラウンド取り返しました。さあケミカル、うわーここはマックセップ合わせていく、バーストどう使うか、前系がマックセップ捉えて取り集だ、ちょっと高さがあるとね無敵で避けられてしまうんですけども、この高さなら当たります。この後トリシュール当たった後のマイケードに対してやっちゃうと怖いかなっていう感じがします。ジャンエス着地の下段空中ダッシュ、ジャンハイハイスラ表現、おーすごい運びコンボだ、いやーよくガードした、これはポチョバス確定、そして黄色キャンセルでバックスで確認、吹っ飛ばしていきます。これは先に降りる、ケツカウンターヒートでどうなる、体力まだ残る、ゲージを持って前に出るが、スライドヘッドが刺さってます、一本 FAB の商品。さあ本来であればね、これで優勝はといったところなんですけども、先ほど西井選手と、させていただきましたので、次の試合 FAB さんが勝てば勝利となりました、トゥーリオさんが勝てば1-1と並びます。いや、こんな時のためにリーグ表を作ったりでよかったですね、こんな簡単なものでも便利ですね、毎度毎度手掛けしてたのがバカらしいですよ。ダメだ、俺もダメだ、アライグマとかレスターバンド見るとちょっとフフってしたのもダメだ。さあ第2試合、さあまずは攻めていくのはトゥーリオさんのいいですが、押し返してきます、しかしすぐその押し返しケミカルまで、これで距離が離れてイノの前、さあポチョムキンは近づかねばなりませんが、なかなかいけない、チャンディガードしてみました、これは意識になってる、バーストガード、そのまま空中ダッシュ、縦キンエス拾って爆戦逃げますが、この爆戦に対してジャンプハイスラもこれしか逃げはないだろうといったところで刺していきます。さらにゲージも溜まって窓際立ち入り、ケミカル、ケミカルまだ体力どっと残っています、ここは空振り、遠距離エスが刺さる、さあ直打、通常投げる返す、ジャンエス読んでいるが、ここは縦ゲーム、縦ゲームですね、ちょっと距離が遠くなっていたんで、あの誇張さん、あんなのバックスマイル、マジか、もうなんか読み合いが意味わからん感じになっております。じゃあ、あとマイク、これは暴れたり、
捉えている。足ぐらいかな。コンビネイルがマイフィーノーマルヒット。鳥シューラガール、そしてここがデッタングル。ちょっと怖いですね。マスターちょっと余裕が出た感じなんですけども、ここはしっかりと冷静に対処。届かない。いやー、なんだってこれが。どうってスナヘが当たると、いやー違う、スナヘをヒーローキャンセル。さあここは手のひらといった感じでしょう。かなり気持ちいい勝利となりました。ラインアンド、さあ最終ラウンド。イエス、カウンター確定。しかし届かない。やっと厳しい空中投げ。さあ、フルさん、ここで流れをつかみたいところ。空中ダッシュに前 P が刺さる。確かにギネス 2P 止めた。ゲージしかない。さあソワルが使い方によっては一瞬で終わってしまう。飛んできた上海。空中直線ガードからかぶせていく。前ジャンプ、いい判断。そして前投げ。さあここでついにターン交代となりまして、下段が刺さって画面端、端から端へ一気に移動。さあバックスマスター上海、これはエリアル。 ICBM からのゲージはギリギリ。サマダイが鳥シューラからの出して下段回避。そして2段ジャンプ裏に行く。端空中ダッシュ、バーストが溜まるのはちょっと怖いところではありますが、どう使っていくか。ここでしっかりと強限に合わせる。さあスラヘイもちょっと当たりたくない体力だし、1回だけ保険が効きますが、返していく。ハマホル、これをポジョナキンバスターは縦打っていた。素晴らしい。あー、しかしここは投げ仕込み。勝ったのは FAB ポジョナキン2連勝。本日全勝で優勝となります。おめでとうございます。さあというわけでね、FAB さん誕生日前夜祭となりました。本日1月24日シングル大会優勝はちょっとできすぎな感じではありますが、 FAB さんとなります。おめでとうございます。よかったですね。あの新生 FAB さんの活躍も期待しております。頑張ってください。はい、というわけで木曜大会、最近はねちょっと人数少ないですが、人数少ないならではのね、レベルの高い試合をたくさんね、残せるような、大会形式にしております。まあ、もしよかったらね皆さんも参加していただければと思います。最近本当に9時ぐらいには終わらせられるように努力しておりますので、皆さんも参加して盛り上げていただきたいです。よろしくお願いいたします。はい、あと今週ですね、明日はいつも通りお休みなんですが、土曜日ちょっと俺が、大会参加できない、開催できないと、この間言ったんですが、ちょっとスケジュール的に問題なさそうなので、土曜日は通常通り初中級者大会と、3-on-3 大会を行いますので、ぜひぜひ参加してください。土曜大会はいつもより30分早い、19時半エントリー締め切りとなっております。こちらもね大会、開始時間早くして、大会終了時間の自由時間がねかなり取れるように、調整しておりますのでよろしくお願いいたします。で日曜日はジャパンアミューズメントエキスポか、企業対抗戦の方にちょっとね自分のお邪魔しまして、解説の方を、させていただきますので、あんまりこういった宣伝ってなんか自分がなんか目立ちたいなみたいな感じになっちゃって嫌だなと思ってたんですけど、まあ宣伝することによって見てくれる人が増えた、そのイベントが盛り上がればいいなと思いますので、ちょっとここで、軽く宣伝とさせていただきました。まあ普段なかなか、実況しないプレイヤーの試合を見ての実況解説とかになると思うんですけどもね、楽しんでいきたいと思いますので、よかったら皆様も、ご覧になっていただければなと思います。はい、というわけで今日の木曜シングル大会終了となります。お疲れ様でした。あと宣伝でしたね。はい、じゃあ土曜でもよろしくお願いいたします。